こんばんは、ケンズクリスタルです。ここでは、先日行われました第11回新潟ミネラルマルシェの、振り返りの続きを行っていきます。この振り返りでは、私が個人的に気になったことや、とても興味を持ったことなどを紹介していきます。ですのでちょっと自分のことが出なかったって思う方がいるかもしれないですけども、それはご了承ください。ですね、今回ちょっと一つ、隣のテーブルで出店してた、旅猫さんという方ですね。ちょっと正式名はちゃんと、調べておきます。旅猫工房さんという方がいまして、そちらの方についてちょっとご紹介していきたいなと思います。まあ、自分で加工、石の加工をされている方でした。ちょっとこの、そうですね、1年ぐらいで、私はその方を知ったんですけれども、日本の鉱物、まあ、国産鉱物出店という形で出店されているんで、私と同じ形式で出店されている方です。で、今回すごいなと思ったのが、確か茨城県ですね、玉川、というところの、メノウですね。ちょっとオレンジから赤みのかかったメノウを、12ミリ玉ぐらいだと思うんですけども、ご自身で原石からカットして、で削って丸くして磨き上げたものを、ブレスレットにして販売してました。これはもう私パッと見た時にまあなんとなく作ってるっていうのは前から聞いてたんですけども、すごいなと思いました。すごいなっていうのは本当に作ってるんだっていうふうに、ちょっと驚きと、まあ、あれですね、少し怖いっていう感じもあります。まあ、怖いっていうのはそれは自分が、展示会とかでよくアピールしてることなんですけども、本当に自分で加工してますっていうのをアピールしてます。つまりそれが一番なんでしょうね、自分の強みだと思ってアピールしているので、でその強み、まあ自分だけが強みだと思ってるんですけども、もし仮にそういう人が本当にまた目の前に別に現れたら、私としてはこうちょっと怖い感じがするわけなんですよ。つまりその自分が一番、これが生き残り戦略だ、生き残っていくための戦略だと思っていることを、同じようなことをしている人が現れたら、まあ、つまり一番自分が怖がるわけなんですよ。まあこんな怖い怖いって言ってたらちょっと相手の批判に聞こえちゃうんですけども、まあ、つまり私としては最大級のあれですね、褒め言葉っていうんですかね、すごいなっていうふうに思いました。私、まあ、ケンズクリスタルの一番、こう、推しているところは、まあ、私ちょっと人間性が、あまりこう、人間性というか、ちょっとやっぱ接客するのが、自分でも苦手だと思ってるんで、お客さんの表情とか、仕草とか、そういうのを見て、こう、すぐにこう、あれですね、あ、こうなんだなっていうふうに自分で思ってしまうんで、ちょっと あんまり、あれですね、本当に買いたいな、自分で興味があるなっていう方には、もう、一緒に、ナビゲートして、こういう風に作ったんですよ、こんな特徴があるんですよ、石の特徴はとっても他のものとは違うんですよっていう風にこう一緒にこうまあ、購入してもらうっていうゴールに向かっていけると思うんですけども、やっぱりちょっとこうあれですね、やめとこうかなって言ってパッと、手に取ってただちょっと見てるだけだよっていうような感じを私は印象を受けてしまったら、それ以上はもうあんまり進められないんで、つまりこうあれですね、じゃあありがとうございましたってこう帰ってもらう、まあ、帰ってもらうっていうとか、こう別の方に行ってもらうっていうゴールに一緒にナビゲートしてしまうんで、まあなんかこういうのってそうですね、まあある意味自分ではあんまりこう意思がないっていうのはあるかもしれないですね。自分としてはこう頑張って1週間2週間3週間かけて、まあ例えば乙女水晶のブレスレットですとか、エイトイガーの翡翠ですとかっていうのを、まあ手塩にかけて作っているんで、まああとはもうそれが欲しいかどうかっていうのは目の前にいる人
の自由になると思ってます。ちょっとだいぶ話がそれましたが戻りますんで、ちょっとお待ちください。で、その加工したものに関しては、自分がこう関わった側面っていうのはもう聞かれることを前提に、まあ、話をできるんですけども、あ、もう絶対買ってくださいね、もうここでしか存在しないんですよとか、なんかこう、まあ、思い切ったら言えるかもしれないですけど、まあやっぱお客さんありきなんで、欲しいという気持ちを示してくれた方、そうですね、やっぱり商品を手に取って、あ、綺麗だなとか、あ、欲しいなとか、もうやっぱりそういう行動とかを取ってくれた方には、私も熱心に勧めさせてもらいます。で、すみません、もう話が戻ります。で、そのあれですね、旅猫工房さんは、その目のですね、赤っぽい目ののブレスレットを作って販売してたんですけども、私はもう正直怖いなと思いました。こんなことを実際にやれる人が目の前に現れて、まあ要は自分を見てるみたいな感じですね。自分を他人の目で見た時に、うわ、どうしようっていうふうに思いました。で、最初はバラ玉で置いてたんで、あら、これどうしてブレスレットに組み上げないんですかって言ったら、まあちょっとブレスレットの穴の部分がまだちょっと処理が完全に終わってないので、それが終わってから販売しますっていうことで、で、まあその日ホテルに戻って自分ご自身でされるっていうことだったんで、で、次の日ですね、実際にそれが終わってブレスレットに組み上げて販売していました。で、まあ、お値段いくらぐらいなんですかって聞いて、だいたいブレスレットを販売するときって私はいつもやってるんですけども、まあ、同じ大きさの玉が、そうですね、15玉から20玉とかって決まった数があるんで、で、一粒いくらっていうふうにざっくり考えて、で、だいたいこれぐらいですかって言ったら、まあまあ、旅猫工房さんの値段を教えてくれて、じゃあ一粒これぐらいですねっていう話をしてたんですけども、まあ、正直私としては、安いなと思いましたね。まあ初めて多分オール石を全部同じ石でブレスレットを作ってるんで、で、その値段っていうのはやっぱり安くなると思います。まあ私もそうですね、3年も4年も前だったら多分同じような値段、もしくはもっと安く売ってたかもしれないんで、まあそれはその方の選択なんで、あ、わかりました、そういう値段ですねっていうふうに、納得してました。正直言うと、まあお値段安いな。要は自分の感覚で作ると、まあいろいろ手間とかを考えて、同じ石っていうのは簡単にまたできないんで、手間を考えたりとか、またその石を作るための、あれですね、エネルギーを考えると、まあもうちょっと高い方がいいかなとは思ったりはしてました。で、そうですね、まあそのブレスレットっていうのは、多分ご本人は作ったと作り上げて完成したことでとても満足感があるかもしれないですし、もしくはもっと上手にできたなとか、もっとこうすればよかったなって言ってこう別の考えを持ってるかもしれないですけども、もうあとはもう作者から手を離れた作品というか商品として誰かの手に渡っていくと思います。で、この、そうですね、3日間あったんで、接客されてる姿とか、お客さんとかのやり取りを見てて、やっぱり、あれですね、またちょっと別の意味で、あ、すごいなと思ったのが、お客さんがやっぱり、そうですね、まあ、楽しそうに、その方と会話されていたりとか、そういうのを見て、接客されてる姿を見て、ちょっと叶わないなと思いましたね。まだいずれ、その方っていうのは旅猫工房さんは、まあ今後どうされるかわからないですけども、とても人気のあるお店になっていくんじゃないかなと思っています。で、いろんなまあ私はちょっと前から知ってるんですけども、いろんな方と交流があるみたいで、まあ商品の加工技術とかですね、そういうものもますます上達されていくんじゃないかなと思います。ちょっとごめんなさいね、私は偉そうですけども、まあ私も8年ぐらい加工してるんで、その中で得た経験とかを含めて、まだまだちょっと荒削りなとかも見えるんですけども、でもやっぱりそのお客さんと話してる姿とか商品の作り方とかですね、そういうのを見てると、まあすごい人気の出る方になるんだろうなっていうふうに思いました。石の加工をしてて、思うんですけども、その石って、その、
あくまでそのお客さんと自分との間の窓口としての存在だと思います。つまりその意思がないと私はそのお客さんと出会うことができないっていうんですかね。ですんでその意思っていうのは本当は必要なんですけども、別の角度から言うとその意思っていうのはやっぱりなくてもいいっていうふうに思ってます。つまりその後ろに控えてる私っていう人間とそのお客さんっていう間で交流があるんですけども、その窓口っていうのは結局最後はもうなくてもいいと私は思ってて、でそうですね、そうすると意思に対して手を抜かないっていうのはもちろんなんですけども、でもその意思っていうのは結局窓口ができて交流があればその意思はなくてもいいと私は思ってます。ちょっとうまく表現できないですけども、ですので最終的にはその意思を作ってる本人ですね、本人私が、どういう人間性だとかどういう考え方っていうのがやっぱり最終的にダイレクトに伝わるんで、そこにこう例えばなんかこう騙してやろうとか、あとはそうですね、自分だけ良ければいいっていうような感覚があれば、それはそのままあれですね、言葉として伝わっていくかどうかは別として、雰囲気としてエネルギーとして伝わっていくと思うんで、そこはですね、自分の生き方っていうのが最終的にはお客さんに伝わりますんで、そこをきちっとしなきゃいけないなって常々考えてます。そうですね、商品があってお客さんと初めてこう交流しますんで、その商品に対して手を抜くことはできないんですけども、商品っていうのは最終的には意味がないなと思って、交流があってそれで一つやり取りが完結するなと思ってます。ケンズクリスタルでは今日本の石というふうに限定しておりますけども、そんな気持ちで石の加工をしております。今回はこの新潟ミネラルマルシェで、お隣のテーブルで販売してた旅猫工房さんの紹介をさせていただきました。ちょっと後で調べて多分インスタグラムをされてると思うんで、そちらの方の、リンクですね、それを概要欄に貼り付けていきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。ケンズクリスタルでは今後とも、展示会ミネラルショーですね、ミネラルマルシェにほとんどお世話になってるんですけど、ミネラルマルシェでの出店の様子や、石の加工の様子ですね、で皆さんにちょっとこれそんなことやってるんだっていうような変わった石とかも加工していきたいと思いますんで、興味ある方ですね、ケンズクリスタルはこの後何するんだろうとか、そんな風に、興味を持たれている方はぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回よろしくお願いいたします。失礼します。もしも私が輪廻を選べるのなら、近く「けなげに遠く海の向こうで」「頑張って生きていますから」「落ちた胃腸の実が瑠璃色の空を駆け落ち」してください。私のことをそれだけで幸せです。だから思い出してください。